アロ新聞王、独立、感放眼看世界、展望、新中華10月16日火曜日、バイデン政権は中国への技術輸出制限に関する前例のない一連の規制措置の導入を発表しました。それらの措置の革新は、中国共産党がより高度な AI チップや半導体技術を入手することを規制することにより、中国の軍事実力強化を抑制します。 まず、バイデン政権は、NVIDIA などのような企業が設計した最先端的な AI チップの中国への輸出を停止することを計画しています。これは、NVIDIA のようなシリコンバレー企業にとって大きな打撃となるかもしれません。なぜなら、それらのチップは世界中で、特に中国市場では非常に人気があるからです。しかし、新しい規制により、輸出要件を満たさなくなるため、いくつかの特定のチップの販売が停止されることになり、 これらの企業の中国でのビジネスの見通しに影響を与える可能性があります第二にこれらの規制は先端チップおよびチップ製造ツールの輸出制限の範囲を拡大しました イランやロシアといった国々が規制に含まれたのは、これらの技術が中国に譲渡されたり、軍事目的に使用されたりしないようにするための国家安全保障上の懸念によるもので、それはこれから、より多くの国々が輸出許可の規制を受け、それによって世界のサプライチェーンに大きな影響を与えることを意味します。第三に、新規制は中国向けのチップ設計者であるムーア・スレッド氏とビレン氏をもブラックリストに入れました。つまり、 これから彼らはより多くの規制と監督を受けることになり、国際市場での活動がさらに制限され、このようなことは中国のチップ産業の発展に対する挑戦となるかもしれません。これらの最新の措置は、昨年10月に発表された規制の中に存在する抜け穴を塞ぐことを目的とし、これによって中国共産党が AI や軍事用アプリケーションに必要な先端半導体を入手するのを規制します。ライモンド米商務長官は次のように述べました。 規制は少なくともも毎年更新されるかもし,れませんしかし、それは経済的に北京を傷つけるという意味ではなく、国家安全保障と技術の戦略的利益を確保するための措置です。この前、サリバン、米国家安全保障顧問、イエレン財務長官、ライモンド商務長官が、すでに中国当局にこれからはこれらの規制を打ち出そうと警告したことは、以前のロイターの報道を裏付けました。